アガルトアカデミー講師の中山雄介ですこの動画ではですねはい「書式ひな型対策講座」こちらの大きく4つ特徴がありますのでそれらをですねご紹介させていただこうというふうに思います。よろししくお願いしますということで「書式ひな型対策講座」なんですけどもいわゆる書式のひな型というのはですねあの記述式の登記申請書の部分です。 21 22、土地と建物で登記申請書を出題されますけれども実はですねあの会議請求答案で分析してみますと当期申請書ってめちゃくちゃゃく配点が高いんですね、えー、三角定規とか電卓とか使うので図面とかっていうのはですね、まあ、皆さん大事に思うんですけども実は図面もよく考えてみると申請書の添付情報の一つ なんで,すねえー、ですのでそのもともとであります登記申請書の拝点が大きいというのはまあそれはですねああまあそういうことなんだろうと <laughs> ういうことになっていて登記の目的をうまくこう問題から読み取ってその登記の目的,の,の,目的の,その申請書が書けるか書けないかこの登記を申請すればいいのは分かっていても登記申請書が書けないとかちょっとでもね登記権のところに不安があるとか。 えこういうものをなくすというのがコンセプトになっておりますなので括弧で書いてあるんですが書けないをなくすために、うん、この登記を申請すればいいのが分かってるんだけれどじゃあねどういう登記原因を書けばいいのかというのがわからない現場で分からなくなるというのを避けるそういうですね講座ということになっておりますではその先ほど言った4つの特徴を見ていきましょう 上からいきます。50の申請書類を網羅。あの記述式で出題可能性がある申請書だけではなくて、託図の方でも出題可能性があるもの。これはですね、全部網羅すると50個になります。それらすべてを網羅しているというところが特徴です。2番持ち運びやすいテキスト。まあ普段ですね。この隙間時間とかでこう簡単にですね、手軽に。 申請書類を確認反復していただきたいという趣旨があって持ち運びやすいテキストにしておりますまた問題と回答で実践力が身につく3番目ですねこういうなんかこのケースの背景があってどういう登記の目的を申請すればいいのかというです、ね、いわゆる実態把握こういうものもこのですね講座でできるようにしていますので。 具体的にその投記の目的から申請書を書けるだけではなくてその前提となる投記の目的をしっかりこう判断するためのですね訓練にもなるという特徴があります。また4つ目実際の投記録による実践的学習というところなんですが投記記録に関する問題記述だけではなくて択一の方でも近年出題傾向が非常に強くなっております。なので実文でで実すね普段から登記,記録を触れている方 だけではないですよねですのでそういう方にもあの実際の本当の登記録に模したものをつけていますのでその登記録に触れて慣れることができるという特徴がありますではこの4つの特徴一個一個ですね細かく見ていきましょうはいまず50の申請書類を網羅ということなんですが記述式だけではなくて択一式でも問われる可能性例えばですね 図面を提供しないので消耗以外でですねなかなか記述式で問われるという可能性は低いですですがだからこそ択一では非常に品質なんですね択一の方で記述に近い例えば登記録の問題とかそういうものが出される可能性がありますなので記述式だけではなくて択一でも問われる可能性があるものこれを全て網羅しているというのでなのでもうほんとこれだけやればいいっていう安心があります ここに載ってない登記は試験に出ないんだという感じですね。なのであのそういう網羅性も非常に高いのでもう本当これだけねあのやってれば択一も記述も登記の申請書に関しては全部いけるというですね、まあ、自信がつくということですね。2番目持ち運びやすいテキスト英語サイズのテキストとありますがこれですこれ。 あの本当えー、とこれが本物のひな形のテキストなんですけれども非常に持ち運びやすいテキストです。でこれ中身があの無駄なんですね、えー、無駄といったらあれですけどもいわゆるその解説とかはなくて本当に当、えー、期の,その申請書、えー、それだけがです、ね、全部こう記載されているそういうテキストになります。ひな形だけはあの記載されているので スキマ学習とか本当これをパラッとめくるだけでいきなりトーく申請書は飛び込んできますのでスキマ学習にですねあの非常に最適です持ち運びやすいのでどこでもですねあの持ってってちょっとでも時間があるときに知識を確認することができると、まあ、そういう利便性がありますまたそういうスキマ時間でも非常にこう学習しやすいのでいわゆる繰り返しですね 陶器申請書を何回も読んで読んだりですね書いたりして繰り返して反復してですねしっかり学習しなければならないのでそういう繰り返し学習に非常にしやすい講座ということになっております3番目問題と解答で実践力が身につくとこれ右下のところにちょっとちっちゃいんですけれども実際のですねこのテキストの中身の一部が書いてありますこれなんか見開き見たくなってますけども実際は左のページの 裏側に右のページがあるイメージですねで左のページ何書いてあるのかって言うといわゆる問題です記述式の問い21問22の問題をシンプルに必要な部分だけ削ぎ落とすとこの問題みたいな形になりますでこの問題を読んでどういう登記を申請すればいいのかその登記の目的を考えてその目的に沿った登記申請書というのが そのの問題の裏側に書いてあるとなので実はこれ一個一個が本当記述式をコンパクトに単純化したものになりますので、えー、その統計の目的を自分で考える実態の把握ですね、えー、こっちの訓練をすることができるということになります。いわゆるですね記述式問題で大きく統計の目的を誤ってしまう枠ずれ。 これが大幅な減点の一つの要因なんですけどもそういうものをです、ね、避ける効果があるということになります。で4つ目の特徴なんですが実際の登記録で変化を学習しますこれはあの表題部所有者の住所の変更登記ですけども上部分が申請前の登記録、うん、要はあの住所が変更前の表題部所有者のところが書いてあるやつですね一番下のところに。でそれが この登記を申請することによって下の登記記録に変化するよと、うん、あの住所のところ記載事項がこの枠がこう増えてですね書いてありますよね。えー、こういう実際の,あのリアルな登記記録を模したものを、えー、全部の50の申請書類全てにつけております。なので普段登記記録にあの仕事とかでですね触れない方でもこれを見るだけでもう本物の登記録 まあ実際務をやっていても触れないようなマニアックなですね登記も試験では出ますのでそういうものも全部ですね登記録を作っておりますのでそういうですねリアルな登記録に触れることができるとで先ほど言いましたけども登記録の問題択一や記述で出題傾向ありますのでそういうものにですね慣れるというのがそういう問題に強くなるということに直結いたしますまた登記録がどう変化するのかと いいううののをあのやははり知るというのはですね卓越記述に問わず、まあ、調査史の学習としては非常に重要なものになりますのでそういったものもですねこのテキストの中に要は問題とその回答の申請書類それとその登記をしたことによって登記力がどう変わるのかっていうそのビフォーアフター前後がまあ1つずつ入ってるそれは50個集まったのがこのテキストと。 であの講座の方では一個一個のですね登記申請に関して詳細にですねあの解説をしていると、まあ、そういう講座になっているということになります。はいということでこの調査実験「書式ひな型対策講座」こちらのガイダンスでした。以上です